はい、質問ですが、五郎さんの生まれて初めて見た絵画は何だったか教えていただけますでしょうか。またその時どんな感想を抱いたか覚えていらっしゃいますでしょうか。生配信の時にお時間ありましたらご回答いただけると幸いです。ちなみに私の場合、幼稚園児だった頃に展覧会で見たクレーです。ー何の絵だったかまでは覚えていません。だそうです。おー、なんだ、多分なんだけど、俺の記憶というより、はい、理屈で考えるとだね、村松秀太郎さんっていう日本画家がいらっしゃるんですよ。あの渡辺淳一さんの失楽園とかの挿絵描いたりしてた人なんですけど、その人のね、なんかね、ラフ像みたいなののはずなんだよ。というのは、その方は、その画家の人はね、我が家ではひでちゃんと呼ばれてて、うちの母のいとこかなんかなんだよ。それでその人の作品が、うちのすぐそばにうちの母の姉だ、おばだよね、おばが住んでて、そのおばの家の応接間に飾ってあったんだよ。ずっと多分俺が生まれる前から飾ってあるんですよ。だから多分一番最初に見たのはそれなんですよ。でだからちっちゃい頃からそれは年中見てるんですよ、うん、多分それだと思うんだ、うん、なんかね、それはもうだからずっとあったから、もうちょっと後になってからの記憶なんだけどね、日本画なんだけど、なんかね、マティスっぽいね、ラフ像だったような気がするんだ、うん、で子供の頃に見た感想はなんじゃこれでしたよ。さすがにその頃は五郎さんもなんていうか知識ないから、これはこういうことなんじゃないかみたいな。そんなことですか。子供だから俺まだ幼稚園児とかですからね。幼稚園児で、しかもそのひでちゃんっていう、その村松秀太郎さんっていう方は、その親戚の法事とかになると、あの酔っ払って酔っ払って俺たちがいじられるっていう。まさかあのおじさんがそんな絵描いてる人だとは思ってないかな、ね、今の目線で見たらまたちょっと違うかもしれない、ね、違うかもしれないですけどね。あれどこ行っちゃったのかね。あ今いや、そこうち建て替えちゃって、 あのいとこがどっかにあるんだろうな。それだと思います。はい。